6.5 以上でしたからね。そこから6切って 5.8 まで来たから、で、ね、75でしょ、今75だと。なんかもうちょっと頑張ると 5.5 もダメじゃないな。ゆっくりでいいですよね。慌ててやる必要ないですね。はい、いい君が落ち着いてみて、えらい。まあ、犬の餌とかはちょっと気づいて。一応たたり地蔵を見てきますね。うん、イーくん偉いね。イーくんすごく偉い。犬の気持ち。今回の画像でなんかポリープみたいなものが起こってできてますよ。本当だ。ポリープがあったんですけど、全くなくなってますね。本当だ。左もね。はいはい。左がね。よかった。ですね。なので状態としてはバッチリ。腎臓、左の腎臓と右の腎臓ですね。綺麗なので特に大きな腎臓ないですね。なので、食事に関してはやっぱり再発してること。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。